はい、皆さん再びこんにちは。2024年8月8日木曜日の夕方の4時5分になろうとしております。今日2回目の配信です。はい、今回はですね、先ほどの動画はですね、また中華音の妙技、微細な妙技ということなんですけども、今回はですね、全体の傾向としてですね、タリアブーエ、ブログにも貼り付けてたんですけども、カルロ・タリアブーエというその、流派というかですね、政党派の一つなんですけども、ジーノ・ベーキとかティータルッフォの流れは組んでるけども、ちょっと枝分かれしてるよというところで、フランコ・ボルドーニだったっけな、自分はジーノ・ベーキのことが大好きで、あの声が大好きだったんだけども、鼻にかかったあれがどうしてもできなくて、できなかったと。でそんな時にタリアブーエを知ってそれを取り入れたというところでですね、それでやっぱりタリアブーエの傾向がちょっと息っぽい感じなんで、柔らかなね、でそのお弟子さんはそのちょっと劣化版みたいな感じになっちゃってるんですけども、その傾向とそのもうちょっと源流にね近いところのその違いというのをですね、考察してみたいと思います。タリアブーエもこれイールバーレンね、トロバトーレのイールバーレンを歌ってるんですけども、こういう感じなんですよね、タリアブーエ派のイールバーレンデルソーソーリーゾードで、私はこの真似をするときに、どこをどうすればいいかということが具体的に分かっているので、真似できるんですけども。さあ、どこをどうしたでしょうか。はい。じゃあ、これよりも、もうちょっと源流というかですね、黄金期の基礎的なところに、カルーソー寄りですよね、に近い、演奏しましょう。イルバーレンデルソーソーリーゾードーナーステラビーテイロチョイルフルゴールデルソーね、違うでしょ。何がどう違うか。で、2番目のは、息の量が少ないです。なぜ少なくなるかというとですね、せめぎ合うところが一つ多いんですよ。一番最初に歌ったタリアブーエ的なね、歌い方よりも。全くそれがね、タリアブーエもないとは言いませんけども、ちょっと弱いですね。それは何かというと、ハミングなんですよ。ハミングのベクトルで、さらに追い打ちをかけるんですよ。息の隙間に。だから、タリアブーエの歌い方は、軟口蓋を、はーって上げてる感じがすごくありますね。その代わり、全部 H をちょっとずつ混ぜるんですね。もう一回、タリアブーエ。イルバーレン
その差がだん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 接近してくるんですよね。もう一度源流、まあジーノベイキーをちょっと入れた感じっていうんですか、もうちょっとこうコアな感じ、息がそんなに入り込まない、だからヘッヒッヘッっていうなんかニュアンスがないんですよ。いばいこっから違うんです。いいいひひひひっていうか、いばば南高台のこう上がってる感じ、真面目な感じ。それに比べて、いばれんでそそりぞ。ちょっとやんちゃな感じが、もうちょっとこう、圧縮した形。っていうの。これがちょっとおとなしくなるとですね、これイアゴの心情ですよ。クレード、イヌ、イウヌ、ディオ、クルデル。バンネ、バンネ、ラタメタ、ジャベド、イスピンジェルト、ディモネ、エルトリモンソリオエメトシナラミオエルコレヨクラダイネソラトイディオっていう常に息がこう流れた感じがある。はい、もうちょっとやんちゃにいきます。私は今のところでずっと歌ってるとだんだん太くなって崩れるんですよ。もうちょっとコアにやらないと。バンネここまで。バンネすと、なんかビーンというスクイードの量が増えるんですね。やんちゃな感じが。バンネラタメタジャベドディスピンジェルポディモネエイルトディモンソニオエメタシナラミオネルコアレイオクレドイネソートイディだけど、喉が、こう、なんかこう、引っ張り伸ばされてる感じ、半端ない、ないじゃ、半端ないですね。レトイヌディオクロダル、ケマクラトチミノセ、エケネリラリオ、
で、ただ空間さえ確保すればいいんじゃなくて、っていうなんかこうね、オープンスロートを保つだけのマインド、感情、これを覚えないと、こう、肝っ玉が小さい、みんな小さいんですよ、最初。でそっからだん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 肝っ玉がこうね、座ったような感じにだんだんなってくるんですよ、訓練で。心配しないでくださいね。で、肝っ玉が小さい時はですね、顔に出るんですよ。なんかこう、あーって。で、だん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 顔の力抜いて、右抜いてって感じのところを、つって、言ってるうちに、おー、なんか冷静にこう出せるところがあるな、という境地に至るんですよ。これはね、すぐにはできません。すぐには。これは境地の世界ですから、もう存在の世界ですから、そんな早くできるわけがない。特に、気弱な真面目な日本人が、ね、できるわけがない。ダラビュータドンジェルメ、オドナトのビールソナート、ソンシルノート、エルケソンオーモ、エルセントイファンオリジナリオイメ。このぐらいの声出して顔に出るようじゃダメですよ。ね、ソンシルラ。ソンシルラとエルケソンオーモ。顔に出てるうちは、本当のね、肝ったもの、座ったところじゃなくて、ちょっと前側のせこいところなんですね。もうね、顔芸はやっぱダメなんですよ。本当にすごい声出せるときに。っていうのは真顔になるんですよ。シーウェステロンミオフェデンデレンデンデクレードコンフェルモトシコメクレデラペドベラテンピオケイマイキオペンサケダメprocede per mio destino tempio。 ね、これちょっとやんちゃなモードですよ。タリアブエじゃない。クラードケジュストエルミステリオンベファルドエネルビーゼネクオールエトッタイヌイブジャルドログリマバーチョスクワルドソクリフィッチョドノールエルクレドノールジョーコディニコソルテドルジェネデラコロ。ここにも技術があります。ダルジェエルクレっていう風に行くんですよ。こっち行っちゃダメです。エクレドロンジョーカリニコソルテダルチェネデラコロ。これはね、H を混ぜてやってないですから、本当にトラディショナルな形だと思います。 H が混ざれば混ざるほどモダンに近づくんですよ。要するにドルチェ、これ H が混じった感じ、ベルヌイ効果。ドルチェほら、ある種ね、楽なんですよ、これ。はい、鼻を入れます。ダルチェーデラコロ。ちょっと追い詰められたギリギリ感が出てくるんです。その代わり、崩れないですよ、これ。安定性に長けてるんです。アルベルメデラベル、ビエンドポタンタイリジオン、
la morte. E poi... E poi... Dun, din, dun, da. La morte è la nulla. E la chiappa in te. ですから鼻を使えるか使えないかっていうのはですね、なんかその人の本性みたいな、なんかそういうことじゃないですか。やろうと思ってもできない人もいるんですよ。メフィスト、イアゴとクレバー、今度はメフィストですね。グノーのファースト。ドキファテランドミオナタンデルパーナタンデルパーオカテリルマミオナタデルパーマバツェルパーエシトガロトペエシトガロトペエトンコラの発声とちょっとイカれた発声とねあるということで、ちょっとだけ私はイカれた、ラバトー
ね。あんなもん、ほら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 、みたいな。ええ、車、どこ？はい。というところで、そう。その人の中にそういうものがあればね、私のこのやってることがね、できると思います。さあ、あなたはどうかな？というところで。はい、今日2本目になってね、大変お騒がせして申し訳ありませんけども、ちょっとね、狂気の部分にちょっと触れるか触れないかという話になりましたね、結果的にね。タリアブルエ派か、ジノベイケ派かみたいな、なんかそういう話からこういうことに発展しました。それでは皆さん、本日は、ありがとうございました。それでは次回までごきげんよう。さようなら。